心は体のどこにありますかの質問にあなたどう答えますか？脳と心、魂の関係について今日はちょっと考えてみたいと思います。脳が心、魂を作り出してるんです。先祖、両親、自分、夫婦、子供、孫と引き継がれる命。今日は引き継がれる命。脳と心と魂についてちょっと考えてみたいと思います。人間は皆心、マインドと体、ボディという命をもって喜怒哀楽、生老病死の一生を送り、すべての人は最後、病気、老衰になりこの世を去ります。仏教の世界では死とは体の寿命が来て朽ちて動かなくなることで、心、魂、マインドは生まれ故郷の自然界、宇宙とか天国、浄土に戻って健やかな時を過ごし、時期が来ると再び現世で再生するという輪廻転生を繰り返す。これが仏教の考え方ですね。アライマンさんの千の風の世界では、人の心、魂は永遠不滅、私は確かに死んだが新しい命に生まれ変わって今もしっかり生きている、だから私の墓参りでは泣かないで。作者不詳の米国の詩「千の風」は俳優のジョン・ウェインが人の葬式で朗読して有名になり、マリリン・モンローの追悼式でも朗読されたと言っております。ここで人間が亡くなっているけれども、その魂は生きているという、仏教的な考えですよね。で、脳と心、魂というのは密接に関連してるんですね。人間は心身の健康なんて言いますよね。その心の心というのは脳、それから体の方というのは上半身下半身のことですよね。それでそのお互いに、脳と心、魂というのは影響し合っていると考えられているんですよ。脳が正常に機能することで心、魂の健康も保たれることが期待できる。一方で心、魂が健康であることで脳機能の改善を期待できると。だから脳は人間の思考とか感情、行動、そして体の自律的な機能を制御する中枢器官ですね。で、心、魂っていうのは人間の感情とか意思とか思考、そして自己のアイデンティティに関する主観的な体験によって発生しますね。で、人間の心、魂というのはですね、脳だけではなくて脳や体、それから周囲の世界とのやり取りとか、経験によって継続的に作り出されると、専門家の先生たちは言っておりますね。非常にこの人間の心、魂というのは奥深いということですよね。で、我々日本人は日常生活の中で、心や魂の言葉をよく使ってますよね。両方とも目にはつきません。心のつく言葉では、心身の健康とか老い心とか恋心、出来心、嫉妬心、安心など多くの言葉を日本人は使っております。魂については日本人の魂とか職人魂、役者魂、スポーツ魂などの言葉が頭に浮かびますよね。で、心と魂とは同じだと思いますか？いや、違うと思いますか？考えたことがあまりない方もいるかと思いますが、結論は違うということですね。心は揺れ動くもの、環境変化や対人関係、自分の感情、喜怒哀楽など変化するものですね。表面意識、顕在意識ですね。自分の肉体維持のための自分本位の欲求、我々の心は死とともに消滅すると優雅に考えられてますね。魂というのは 不動のもの、一貫性のあるもの、中核意識、心の奥に本質魂があると、自分の魂がどんな魂なのかを知って、その魂を鍛えることが一生のテーマだなんて、これよく仏教の お坊さんなんかこんなこと言ってますよね。それでこの心と魂の関係については、この生卵に例えるとですね、魂というのは黄身ですね。それから心に相当するのは白身、
例えて言うとですね、で、心が揺れ動くもので、現世だけの心、から魂というのは不動のもの、来世に引き継がれて永遠に、永遠の時間を生きるものと、仏教界なんかでは考えられてますよね。それで、仏教では我々の心は死とともに魂に引き継がれて来世を生きる糧となり永遠の時間を生きていると、そんなように言われておりますね。そこでやはり美しい心、美しい魂を作り上げていくことは人間一生のテーマではないかと思います。極めたいが極めることはない、一生かかって極めていくこと、日々充実した人間になれるように努力、行動、心を高め、魂を錬磨するのが連続です。これが日本の仏教なんかではですね、一般的に言われている考え方ですね。日本人はスポーツ選手をはじめですね、この心身の健康がやはり、大事だと言ってですね、心をフィジカルに鍛えるだけじゃなくメンタルの面でもですね、やはり重要だという意識を持って活動している人が多いのではないでしょうか。